戦国最強武田の騎馬隊は馬から降りて戦っていた。戦国時代で最強と呼び声のある武田の騎馬隊、武田信玄のもと負け知らずの上昇軍団でした。颯爽と馬にまたがって疾走する姿は戦国ドラマの花ですが、実は当時の様相は現代の歴史ドラマとはかけ離れたものだったといいます。違う点を見ていきましょう。まず1点目、当時の日本にいた馬はサラブレッドがほとんどいなかったということです。現代で競馬などで活躍する馬は西洋種のサラブレッドという馬体が大きく足もスラッと長いかっこいい馬ですが、戦国時代の馬は大きなサラブレッドはいなくて現代のポニくらいの大きさの馬しかいなかったようです。2点目は日本人自体も身長が低く150センチくらいが平均であったことです。ルイス・フロイスの残した書物によると、豊臣秀吉の容姿について身長が低くまた醜悪な容姿の持ち主でと書き残しており、実際の身長は150センチ前後だったと思われます。3点目は宣教師のルイス・フロイスの書物によると、一部騎馬隊はあり隊長クラスは馬に乗っていたようですが、戦国時代の合戦では馬から降りて戦ったと記録しています。大将レベルは馬に乗って移動したり指揮したりしていたようですが、兵士は移動にポニーの大きさの馬を使っていただけのようで、実際には馬から降りて戦っていたようです。よく戦国ドラマなどでは馬蹄にかけるという表現がありますが、ほとんどそのような場面はなかったと考えるのが妥当でしょう。ということで、夢を壊すようですが、サラブレッドに乗って敵を馬蹄にかけて颯爽と戦場を駆け抜けるドラマのシーンは創作で、実際は大将のみが馬に乗り、一般兵士はポニーのような小さい馬を移動手段に使って馬から降りて戦っていました。なんだか少し寂しくなりますね。理想と現実はギャップがありますね。このチャンネルは歴史上の人物やエピソードを知ることで、あなたの人生を豊かにしていきたいというツッチーの思いをもとに作られています。今後も一緒に歴史の旅を楽しんでいきましょう。チャンネル登録ポチッとよろしく。